えー、冒険家の皆さん、こんにちは。えー、と日本ではですね台風15号でだいぶ深刻なあの被害が出ているようですけど、皆様のお住まいはご無事でしょうか。はいえー、と今日はです、ね、早くも3つ目の,あのビデオになります。えー、それではいつもど、えーはい、あり画面を共有しますね。はいはいえー、画面映っていると思います。 はい、えー、といつもの通りですが、えー、とこれはですねクリエイティブコモンズですのでクレ,クレジットを入れていただければあのスクリーンショットを撮ったり、えーうん、音声をダウンロードしてそれをソーシャルメディアなどに共有してくださっても構いません、えー、早送りや一時停止もご自由にお願いしますはい、えー、さて、今日のトピックはですね評価です、評価、えー、と教育の世界で評価というとですね えー、ものすごくざっくり言ってしまうとテストなどのことです。えー、評価することによって学習者がどのくらい目,あの目標に近づいていたかを調べることに、調べることができるわけですね。えー、そして、コースや教師の仕事ぶりをあの知ることもできます。はい、ただあの、評価の方法は筆記試験だけではありません。 はいえー、本日の予定は、えー、こちらの表の通りです。まず最初に、えー、今日の目標を紹介します。そして、えー、仕事の流れとしてはその授業をしてから評価をすることが多いのにどうしてこのコースでは先に評価を勉強するのかを説明します。そして、えー、行動中心アプローチで使いやすい評価方法の一つであるパフォーマンス評価という方法をご紹介します。そして、えー、その評価方法の具体的な例として バイク用の地図を買うという行動について、えー、それを日本語でどのぐらいできるかを評価する方法をご紹介します。えー、そして、えー、もう一つの具体的な例として、国際交流基金で開発された会話テストの例も紹介します。そして、えー、次の週までの課題と参考文献をご紹介しておしまいです。はいえー、では、早速、えー、今日の目標です。えー、っと今日の目標は、 もうすでに皆さんに作っていただいた、あるいは今作っていただいている CDS の中から1つを選んでいただいて、えー、日本語を使ってその行動が実際にできるかどうか、それを評価できるというものですね、えー。行動が実際にできるかどうかなので、日本語を知っているかどうかの評価ではありません。これ一番大事なので、何回もすみません、今日は繰り返したいと思います。日本語を知っているかどうかではなくて、行動が実際にできるかどうか。 えではですね、あの本日の最初のトピックですね。えー、仕事の流れとしては、あの授業の後に評価をしますよね。えー、つまりテストっていうのは、授業をした後でテストをするわけです、普通は。でもですね、準備をするときは、えー、その授業の準備をする前に評価の準備をしておいたほうがいいです。えー、なぜそうしたほうがいいかというとですね、えー、まあ普通の、あの えまず目標を決めて、そして教えて、その後で評価の方法を考えるっていう、こういうよくある順番ではですね、あの最初の目標を忘れてしまって、何を教えたかを考えてテストを作ってしまうということがとても多いんですね。えー、例えばあの、会話のクラスの目的っていうのは、もちろん会話の力を育てるはずなんですけど、実際には会話が書いてある教科書を,教科書を読む 授業をしてしまってで、テストにはですね、その教科書に出てきたあの単語や漢字を筆記試験にして出すとかですね、えー、そういうあの最初の目標とは全然違う評価をしてしまう、そういうことがとてもよくあります。でこういう問題を避けるには、えー、バックワードデザインという方法があります。バックワードデザインでは、えー、授業の目標を決めたら、えー、まず評価方法を考えます。 そしてその評価方法を考えた後で、えー、そのテストその、その評価に合格させるための授業を考えます。えー、もしですね、えー、評価方法が正しければ、このテストに合格させるための授業というのは、目標通りのいい授業になるはずなんですね。えー、ところが反対にですね、そのよくそのテストだけできて実力がないとかね、えー そういうふうに先生が学習者を評価することがありますけど、もしですね、テストがちゃんと実力を測れていれば、このようなことはないはずなんですね。でつまり、これはテストだけできる人が悪いんじゃなくて、そのようなテストを作っている先生の方が実は悪いんですね。はい。えー、それで、えー、まず、あのー、良いテスト方法というのは何なのかということを考えてみましょう。 えと良い評価方法かどうかを考えるときに役に立つ視点がですね3つあります、はいえ。1つは妥当性で、これはですね評価すべきものを評価しているかどうかということです。えー、先ほど挙げたように、ですね会話の授業なのに、会話文の読解の試験をしてしまっては、うん、え会話文、会話力が身についたかどうかはわからないわけですね。これは 会話力をテストしなければいけないのに、読解のテストをしているからです。これが妥当性の問題です。あと、申請性の問題もあります。これは要するに本物らしさということですけど、えー、言葉を出発点にして考える文系アプローチでは、ですね、えー、その言葉を使う場面を無理やり考え出さなければいけなくてで、あまり現実的ではない状況の、 試験を作ってしままううということいこがありししたしかしですね、行動中心アプローチでは、まず行動や場面があって、そこから、そこで使われる言葉を考えますので、こういった問題はあまり起きません。あえてですね、あえてその行動中心アプローチで気をつけなければいけない、この申請性の問題としてはですね、例えば現実にはスマートフォンとか辞書などを使うことができるのに、試験ではそれを禁止するとか、 あるいは手書きする必要がないのに、紙の試験で手書きをさせてしまうとかですね、こういう問題は時々ありますね。えー、また、ですね、目的を達成するための方法はいくつもあることがあるので、例えば店の中の表示がわからないときは店員さんに聞いてみるとか、できないことを避ける能力というのがあれば、それで問題ないわけですね。はい、では3つ目です。3つ目は、信頼性という問題です。 これは特にですね、えー、日本語能力試験とか大学の入学試験のように、その大勢の人が受けるあの試験の時などに注意しなければいけないことなんですね。えーまあ、結果が時によって違うとか、あるいはその担当するその先生によって違うというような時はですね、その評価の信頼性は低いと、えー、いうことになります。しかしですね、行動中心アプローチの場合は、 実際にその行動をやってみせるとか、実際にその行動の結果の成果物を評価したりしますので、えー、妥当性と申請性さえ問題なければ、信頼性の低い、えー、評価にはなりにくいという面があります。はいえー、ではです、ね、行動中心アプローチでは具体的にどのような評価方法があるでしょうか。先ほど申し上げましたとおり、えー、行動中心アプローチではその名の通り行動がです、ね、中心なんですね。 なので、評,評価も、その行動をそのまま見るのがいいと思います。えー、行動を評価するのはですね、一般にパフォーマンス評価と言われています。えー、実際にその行動をやってみせるわけですね、えー。ただですね、やってみせるにはいくつかの方法があります。で一番わかりやすいのは、えー、これを実演してもらうということですね。えー、例えば、ここにあるのは2年前のコースで提出された CDS の一つなんですね。 えとこれはあ、今回も確かクリスチャンの方の、えー、CDS というかあの、コードリストを作ってくださった方いらっしゃいますけど、えー、これもその一つです。あのこれも2年前にクリスチャンのコードリストを作った方の CDS ですね、えー。天に増します我らが父よっていう、そういう主の祈りっていうのをですね、えー、あのもしそれを教師の前でちゃんと言うことができれば、まあ それを唱えるというね、その行動ができると、えー、評価することはできるんじゃないかと思います。えー、あとですね、自己紹介とか、プレゼンテーションなどもこのように、えーまあ、相手がいなくて、えー、やりやすい行動ですね、そうしたときもこういうあの実演に向いています、はいえー。日本語を使ったパソコンの操作などもですね、えー、もしその場でやってもらうことができれば、実際にそれができるという評価ができますよね。 つまりですね、パソコンやウェブサイトのメニューに書いてある漢字などを認識して、実際にその操作するというのができれば合格という評価なわけです。ただですね、その相手とのやりとりが必要な場合は教、教師の前で実演することが難しい場合もあるんですね。はい、その場合は、ロールプレイという評価方法が便利です。これは後で詳しく紹介しますけど、教師が別の人を演じるわけですね。 で、えーと、ここにもですね、えーと、これも2年前のコースで出てきた CDS があるんですけど、えーと、日本の中学校で教える英語の先生のための CDS です、えー。この場合ですね、この場合はテストをする人が話し相手になります。はいえー、とあの文系シラバスのロールプレイでは、その学習者も別の人を演じたりすることがよくあるんですけど、行動中心アプローチでは、 学習者の行動を支援するための,あの日本語学習ですから、基本的には他の人を演じるあの必要はありません。またですね、えーあの、実演とロールプレイっていうのは、実はですね共通する部分もあって、なかなか線が引けないこともあるので、まあ、特に厳密に区別する必要はないと思います。はいえー、3つ目のパフォーマンス評価の方法は、成果物ですね。えー、ここに2つの CDS があるので、ちょっと読んでみます。 あらかじめ名前にふりがなを振っておけば、血圧と体温を一,緒にあ一覧に記入することができる。はい、もう1つはです、ね、辞書を使うことができれば、リハトレカード、これはリハビリとトレーニングのカードですね、リハトレカードに記録を書くことができると。はい、これらはですね あのこれらは2つとも医療系の職場での行動なんですけど、このように字を書く行動っていうのは書いたものが残りますので、それが実際にその行動ができたという評価の記録にもなるわけです。はいえー、っとこれは繰り返しになりますけど、あの行動中心アプローチでは知っているだけでは評価しないんですね。たあの大切なのは実際にその行動ができるかどうかなわけです。 知っていることを評価するのではなくて行動を評価するのが行動中心アプローチですね。はい。えっ、ー、と、すみません。ちょっと喉が痛いので、飴を舐めさせていただきます。すみません。さて、ここからはですね、じゃあ、どうやって教えるかっていうことも視,視野に入れて、あの評価について考えてみたいと思います。例えばですね、あのバイク用の地図を書店で購入が、 購入することができるという、えー、そういう CDS があったとしましょう。はいえー、とその場合ですね、実演なら実際に書店に行って購入してみればいいわけですね。あるいはロールプレイでも評価はできます。ただ、何を教えたら、このバイク用の地図を書店で購入することができるという、こ,の、えー、これができるようになったと言えるでしょうか。 それはちょっとはっきりしないわけですねで。そのためには、この地図を買うっていう行動をもっと小さく分けてみると便利ですね。例えばですね、最初にあの本屋の中の地図の売り場を見つけるわけですね。でそ,その次に、えー、自分がバイクでツーリングに行く地方の地図を見つけて、でその地図の値段を知り、そしてレジでお金を払うと。 いうようよなな順番なわけですでここまで分けてくれば、どんな言葉とかどんな文型を教えればいいかっていうのがだいぶ想像しやすくなってくるんじゃないかと思いますね、えー。しかしですね、ここではバックワードデザインの考えに基づきまして、これらの教え方を考える前に、評価の方法を考えてみたいと思います。はいえー、まず最初はですね、本屋の中,の、えー、中でその地図がある場所を 見つけることがでできるっていう CDS す、えー、これはですね、あの本屋の中の表示ですね、掲示を理解することができればいいと思います。でこの場合は地図という言葉だけ分かればいいので、えー、自動書とか、えー、雑誌とかコミックとかそういう他の言葉が読めなくても全く構いません。えー、ただですねあの、この左側の例もあまり模範的な例ではないです。なぜならその 行動中心アプローチでは、ですね申請性、つまり本物らしさというのも大事なので、できれば本屋の中の写真なども用意して、ですね、えー、もっと実際の、えー、場面にあの近,づ近づけることができればもっといいと思います。はいでは次に、ですね、えー、実際に地図のもう売ってある地図の売り場に行けたとして、えー、そこで自分が行きたい地方の地図を見つけるかどう、えー、見つけるか。 見つけることができるかどうかを評価するには、えー、どうすればいいでしょうかこのようにですね、地図の表紙がたくさんある中から自分の行きたい地方の、えー、地図を選ぶことができれば、とりあえずこの CDS は達成することができたと言えるでしょうね。はいえー、次にですね、解体地図の値段を知ることができるという CDS ですけど、これはですね、 あのもし学習者がお金持ちで、まあ、お金持ちとは言わなくても、比較的裕福な人で、まあ、値段なんかどうでもいいというふうに思っている場合は、もちろん教える必要はないので、評価する必要もありません。でお金持ちでない場合は、こうした資料から値段の情報を見つけ出すことができれば、合格だと評価していいと思います。はいえー、次にですね、レジでお金を払う場合ですけど、 えこうした CDS は会話が必要になりますので、えー、ロールプレイで評価するのが普通です。えー、ロ,ーラロールプレイでは、ロールカードというものを作ります。はいえー、でここではですね、あのーまあ、日本語で書いてあるんですけど、あの例えば A1 レベルの場合とかはですね、あの英語やフランス語なども一緒に書いた方がいいと思います。でそうでないと、その 会話の力を評価するはずなのに、ロールカードの読解力で、まあ、読解力が足りなくて点数が下がってしまうとかですね、そういうことが非常によくあるんですね。えー、つまり妥当性とか信頼性の問題になるわけです、はい。なおですね、ここで今お見せしているのは比較的シンプルなロールカードですね。はい、もう少し本当らしいロールカードとしてはですね、このようなものもあります。えー、もしクレジットカードが使えれば、 まあ高い地図を買って、えー、クレジットカードを使えない場合は現金で安い方の、えー、地図を買いますと。えー、ただし、ですね、クレジットカードを使うかどうかは学習者の状況にもよりますから、えー、あらかじめ学習者に聞いておいてロールカードを作るか、あるいは、えー、どちらを使うかは学習者が自分で選択できるようにですね、するといいと思います。はい。 えー、カードとかですねあ、あるいはその評価を考えるには、あらかじめ、えー、想定会話を作っておくととても便利ですね、えーで。もちろんですね、これはあくまでも例の一つなので、その通りに話せるかどうかを、えー、テストしてはいけません。しなくてもいいじゃなくて、テストしてはいけません。この通りに話せるかどうかっていうのはね。で、こちらは、あの、今お見せしているのは、カードが使える場合の想定会話ですね。<laughs> なおですね、えーと、この店員さんの言葉の中に、ピンコードとか、いたしますとか、えー、ご必要ですかっていった言葉がありますね。で、こうした言葉はですね、理解できればいいので、えー、学習者は言えなくても困りません。構いませんね。えー、ですので、それを言えるかどうかを評価してもいけませんで。評価しないわけですから、バックワードデザインの考え方では、教えるときにも、学習者がこの2つを混同したり、 あるいは学習者から質問されない限り、えー、わざわざ教師の方から必要ですかとご必要ですかの違いを教えたりする必要はないわけです。はい。えー、こちらはですね、カードが使えない場合の想定会話ですね。えー、ここでもですね、えー、申し訳ありませんという表現は、えー、客の側は使わないので、学習者は聞いて理解できれば、 それででいいわけです、はいえー、で行動中心アプローチのロールプレイで大切なのは、えー、会話の例を覚えて正しく話せるかどうかではないんですね。評価はすべて行動を見ます。やるべき行動ができたかどうかなんですね。えー、ここでは、えー、自分の行きたい地域の地図を選ぶことができたかどうか、それからことができたかどうか。 店員との話し合いで、カードか現金の、えー、その場にふさわしい方を店員に渡すことができたか。もし必要だったらレシートがもらえたかどうか。はい。えー、こういうことですね。えー、ちなみにですね、文系シラバスの考え方では、店員の言葉な,言葉などで、えー、まだ教えない言葉、教えていない言葉を混ぜるのはよくないことなんですけど、えー、行動中心アプローチでは、 現実の現場に近いという神聖性ですね。つまり本物らしさが大,大切ですので、えー、ロールプレイの相手はまだ習ってない言葉だけで話す必要は全くありません。うん、はい、むしろですね、まだ習ってない言葉の中から知っている言葉を見つけて意味を考える練習などが必要なわけですね。えー、なので、 えー、ま,まだ習ってない言葉っていうのはむしろ必要なんです。入れちゃいけないとかではなくて必要なんです。入れてもいいでもなくて入れなければいけないぐらい必要なんですね。まだ習ってない言葉っていうのはね。はい。えー、まあ繰り返しますけど、言葉や文法を知っていても実際の行動ができないんでは、えー、意味がありません。大切なのは、これも繰り返しですけど、大切なのは知っているかどうかではなくて、その CDS に書かれてある行動ができるかどうかという。 ロールプレイによる評価をもっと詳しく知りたい人はですね、えー、国際交流基金のロールプレイテストを、えー、ご紹介したいと思います。これは15分でできる簡単なものなんですね。で分かりやすいマニュアルがありますので、まあ、それを読めば誰でもテストを実施することができます。えー、レベルは A1 から C1 までありますね。 えー、それではですね、ズームの、えー、次の週、ズームの次の週までの課題をお知らせします。えー、っと、ズームの次っていうのは要するにその、えー、今日のこの、えー、っと、今録音しているビデオは、えー、っと、9月の確か17日にまでに見ていただくことにしますので、えー、その後ですね、えー、っと、 あすみません。ちょっとこれ間違ってますね。すみません。あの、はい。えっ、ー、と、この、あの、えっ、ー、と、締め切り、ちょっと間違ってます。これの1週間後ですよね。はい。これの1週間後の、えー、月曜日です。はい。はい。まあ、じゃちょっと評価について、すみません。あの、えっ、ー、と、課題について、まずお知らせしますね。内容ですね。はい。えっ、ー、とですね。まあ、今回はその評価を作るのが課題なんですね。で、えー、まずですね、既に作っていただいた、 ご自分の CDS の中から評価の対象になるものを1つ選んでくださいで。次にですね、その評価方法をロールプレイ、実演、成果物の中から選んでくださいで。ロールプレイの場合は、ロールカードと用意するものと評価ポイントを書いてください。余裕のある人は、えー、想定会話ですね、その例も書いてみてください。えー、実演化成果物の場合も、 何ができれば評価するのかを書いてください。はい。えっ、ー、と、すみません。締め切りはここに9月16日って書いてありますが、すみません。9月23日ですね。はい。えー、カナダの東部時間で9月23日月曜日の、えー、っと、午前11時まで。はい。えー、で、日本では同じ、えー、っと9月16日月曜日の真夜中までということですね。はい。で、いつもと同じように、えー、スラックのご自分のチャンネルで 共有してみてください。はい。はいえー、では最後に、えー、参考文献です。えー、っとですね、このバックワードデザインのごく基本的な説明としてですね、ちょっと前にあのブログに書いたことがありますので、そのリンクを貼ってあります。えー、もっと専門的に知りたい方は、その片岡優子さんという方のこちらの,あの、これですね、バックワードデザインに基づく日本語指導、カリキュラムとクラス活動っていう、こういう、これ論文ですけど、 えー、それをご覧ください。えー、論文ですけど、別に特別なアカウントもなくですね、無料で読むことができます。で英語の方が読むのが楽な人は、このバックワードデザインディフィニーションというね、えー、こちらのペー,ルをページをご覧ください。はい、えー、それではいつもの通りあり、またですね、えー、と火曜日あの、日本時間では水曜日の朝ですけど、えー、カナダ東部時間で火曜日の、えー、夜8時から、またズームの,あの話し合いがありますので、 えー、ズームでお会いいたしましょう。で、ズームのリンクは今までと同じですね。はい。あの、スラックの中に貼ってある、そのリンクから、えー、ご参加いただければと思います。はい。えー、それでは、えー、ズームでお待ちしております。はい。えー、これで失礼いたします。はい。